どうも、なおちんです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、ラストまで来ました。そして、レベルですけども、99まで上げてます。他キャラクターは30代、40代もまあ、いるんですけども、レベルを引き継げるのは主人公のみみたいなので、これでいいでしょう。で、ペルソナですけども、こんな感じです。アリス、サタン、レベル90代ですね。99のやつもいます。タナトス、シュウ。で、アナンタ、大僧侶、こんな感じでやっております。メタトロン作ろうと思ったんですけども、多分、これが足りないんですよね。ランクが。多分、これのどれかを、マックスにしたときに入手できるペルソナ。それが必要だと思うので、2周目では全て解放できるようにやっていきたいですね。メタトロンは欲しかったな。で、2周目に引き継がれるのがペルソナ全書の中身、そして主人公のレベル、ステータス、そして主人公の装備とお金ですね。これが引き継がれるらしいんですけども、どうもね、それ以外も引き継がれるっぽいので、ちょっとクリアをしてみてどんな感じか調べてみようと思います。お金とね、アイテム結構あるんですよ。結構ある。なので、これをね、ちょっと引き継げれば、だいぶいいと思うので、これは引き継いでほしいな。レベルの上げ方ですけども、刈り取るものを倒しまくってレベルを上げました。刈り取るものを倒して、で、その次の階に行って、また刈り取るものを出して、倒す。それを繰り返すと、レベル99まですぐ上げることができます。倒しましたね。もうレベル99になると余裕です。で、多分ね、70ぐらいで倒せるようになると思います。で、倒しましたらば、経験値アップ、これで経験値を2倍にしてあげると、1回の戦闘で経験値がこれぐらい、55万3000ですね。55万3000。まあ、これで、レベルをどんどん上げていってください。ほんと数回戦うだけで99になると思います。まあ、ペルソナのレベルは、ちょっとそんなすぐには上がらないんですけどね。あ、ミスった。アリスを装備したまんまだった。サタンが上がらない。まあ、仕方ない。はい、それでは、終わりました。で、ここでセーブしたクリアデータをロードすれば、クリア時の状態を一部だけ引き継いで最初からプレイすることができます。それは知ってたね。元のセーブデータを上書きしてしまうと、あ、これは分かっております。はい。セーブします。で、ちなみに、何分かかってる ?43 時間ですね。43時間で1周目をクリアしました。やっぱレベル上げとかすると結構時間かかりますね。ロードしてみたところ、こういうものが出ました。周回プレイの特典として、クリア時のデータを一部引き継いで最初からゲームを始めることができます。分かってる分かってる。引き継がれる要素は次の通りです。引き継ぎを行わずにゲームを始める場合でも赤字の要素は必ず引き継がれます。あ、引き継がなくてもいいんだ。引き継がれるものはペルソナ全書でアナライズ情報、人間パラメータ、主人公のレベル、レベルアップ以外で上昇した主人公の HP と SP。まあ、これは以前通りだね。で、インセンスの使用で上昇した仲間のパラメーター。あ、仲間のパラメーターも引き継がれるだ。で、レベルアップ以外で上昇した仲間の HP と SP。おー、なるほど。で、あ、アイテムも引き継がれます。装備品、消費アイテム、スキルカード、素材アイテム。お、これは嬉しいよ。以前まではこれは引き継がれなかったみたいなので、引き継がれるみたいです。で、破片と衣装。で、記念品ですね。で、ペルソナ解禁時の品。これなんだろう、距離、ちょっとわからないですけども。で、プレイ時間とお金ですね。あ、なるほど。以前のやつプラス、手持ちのアイテムすべて引き継がれるみたいです。ある程度進んでアイテムなど見れるようになりました。アイテムすべて持ったまま、2周目突入してますね。これは嬉しい。で、レベルはもちろん99ですね。で、ペルソナは持ったまま来るかと思いきや、
持ってない。うん、また召喚し直さなきゃいけないっぽいですね。でもお金は、450万ほどあるので、まあ全然大丈夫でしょう。はい、ということで2周目はもう完璧にやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。